リディア見て、あそこにブルーベルの花畑がある。うわ、すげえブルーベルだな。行こう。って、おい、ここはもう俺たちが入っちゃダメだ。エドガー様。おい、バカ。ここはオークの住みかだってのに、まったく。リディアさん、エドガー様は。ここに踏み込んだあいつが悪いんだからな。行きましょう、リディアさん。行くって？お願いします、リディアさん。やっぱりそうなるんだよな。不自然かどうかは分かりませんが、あの全く同じ形の木が合わせ鏡のように左右対称に立っているのが気になります。間違いなさそうだな。エドガー様はどこでしょうか。どこか移動したということでしょうか。でも足跡も何もねえぞ。それに道もないからどっちに行ったかわからねえし。おいおい、アバウトだな。そんなんでいいのか。構いません。一刻も早くエドガー様を。本当にこの道でいいのか。伯爵の影も形もねえぞ。そりゃやばいな。オークの木のせいより先に見つけねえと、無断で奴らの領域に入ったのがバレたら懲らしめられるぞ。急ぎましょう。立派な木ですね。おい、木の下に何かいるぞ。エドガー様。
爵が倒れてるぞ。エドガー様。遅かったか。リディアさん、傷口にこの薬草をつけて消毒してください。リディアさん、エドガー様をお願いします。レイブン、何するつもりだ。エドガー様の敵を排除します。リディア、その巨木の枝の上にオークがいるんだ。レイブン、やめろ。相手は妖精だぞ。エドガー様に手を出したのは貴様か。オークが消えた。どこに。レイブンのやつ、オークを探してるみたいだな。ダメだ、あいつ伯爵にしか止めらんねえよ。何をするんじゃ、年寄りに向かって。やめろ。お前ら人間だな。仲間を助けに来たのか。からって木を切りまくってるぞ。そんなことをしていいのか。よく見てみろ。見る？その木にできてる穴をか。レイブンを連れ戻さなきゃな。伯爵を起こせよ。貴様、なぜエドガー様をあんな目に遭わせた。レイブン、よせって。リディア…レイブン…レイブン、やめるんだ。レイブン、エドガー様、お気づきになられたのですね。あ、悪かったね、ライブ。いえ。はあ、とりあえずはよかったな。
お、オークの木の精が姿を現したぞ。謝るにしては態度が伴っていないんじゃないかね。そう言ってわしの家に入ってくる人間が多すぎる。特に最近な。リディア、このご老人がオークの木のせい。エドガー様、動かない方が。オーク、勝手に君の場所に立ち入ってしまって悪かったね。人間は平気で謝るから信じられんのじゃ。だいたいこいつが青騎士伯爵などと名乗るからきつく懲らしめたんだよ。嘘をつくな、バカにしよう。ここの領主はとうの昔に血が絶えたのじゃ。青騎士伯爵が昔約束してくれた。このブルーベルの森を妖精たちの聖地として人が踏み込むことがないよう守ってくれると。わしはその代わりに周囲の木を管理し、花を咲かせ実をつけると約束した。じゃがその後、青騎士伯爵の血は絶えたと聞く。それからというもの、何人もの偽伯爵が訪れては、勝手なことを言ってわしを裏切ったり傷つけたりした。大体こいつがもし本物の青騎士伯爵なら、わしの住処に間違えて踏み入るはずがない。なかなか鋭いことを言うな。わしゃ先代の青騎士伯爵が人間の代表として約束をしてくれたものと信じておった。だから伯爵の血は絶えても人間は約束を守り続けてくれるだろうと思っておった。ところがじゃ、青騎士伯爵が森を訪れなくなって何年か経つと、森の奥の大きな木を切りに人間が入ってくるようになった。わしは必死で止めたが、人間にはわしの声なんて聞こえとらん風じゃった。わしは木の実の量を減らすことで人間に伝えようとした。青騎士伯爵との約束を思い出してもらおうと思ったんじゃ。青騎士伯爵の末裔だという男がわしを訪ねてきたこともあった。木の実が減って困ってると言うんじゃ。そいつにはわしの姿が見えるようじゃった。わしは嬉しくて青騎士伯爵との約束について話した。そいつはブルーベルの森を守ってくれると改めて約束をしてくれた。村人はたくさん実をつけた果実を取ると平気で森の奥の大木を切った。わしの家の周りのブルーベルも摘んでいった。わしゃ騙されとったんじゃ。後から聞いた話では、
青騎士伯爵を名乗る男はただのフェアリードクターじゃったらしい。短い間にそんなことが何度も繰り返されてきた。ひでえ話だな。その言葉は聞き飽きたんじゃよ。まあ繰り返したくないじゃ。ここは僕の領地だ。だからこれからはきちんと守るよ。そうかもしれない。しかしそれが正しいかどうかなんてもうわしにはわからん。どっちでもいいのかもしれん。わしはもう疲れてしまったんじゃ。人間を信じるということにな。あれはよほどのことがない限り、エドガー様は持ち歩いたりいたしません。アクセサリーじゃねえんだから。俺の自慢の尻尾にキノコが生えてんだよ。飛んでけ！こら！落ちろ！俺の尻尾に無断で捕まるな。ごめんなさい、フェアリードクターさんに話があったんだけど見失ってしまいそうだったから、それでここに捕まってたら。気持ちよくて寝ちゃった。だからってな。わしゃそんなやつ知らん。僕はまだ子供だけど、そのうち大きな森を守るようになるんだね、父ちゃん。ふん。リディアに話があるならリディアのスカートにでも捕まれよ。ごめんなさい、ほっかほかなんだもん。あ、伯爵がすごい怪我してる。父ちゃんがやったんだね。こいつがわしを騙そうとしたから。
薬を飲ませて。ありがとうございます。おい、ちょっと待て、妖精からもらったもんなんか飲ませて平気か？うん、大丈夫だよ。これは森に生えてる薬草で作ったんだ。今までだって何人も助けたんだよ。苦いでしょうが、しっかり飲んでください。そのまま少し横になって、すぐに効くからね。あれ、僕の手紙届いてない？やっと依頼主にたどり着いたな。森に人が入り込んで、父ちゃんが怒っちゃってさ、それで相談の手紙を出したんだ。内容が伝わりにくいんだよ。花だけ送られてきても分かるわけねえだろ。ごめんなさい。お前、手紙なんか出したのか。余計なことをするんじゃない、まったく。だって父ちゃん困ってたじゃないか。息子よ、人間なんか信じちゃいかん。またそんなこと言って。親に向かってその口の利き方はないだろう。父ちゃんは青木シャクシャクのこと知らないからひどいことが言えるんだよ。僕は知ってるんだ。何を知ってるっていうの？父ちゃん、僕見たんだよ、伝説の宝剣を。僕、お屋敷に行ってみたんだ。何？それで何日もいなかったのか。親の気持ちを考えたことがあるのか。心配させおって、わしゃてっきり、てっきり？いや、なんでもない。宝剣はちゃんとあったよ。メロウの宝剣は本物の青木シャクシャクにしか持てないはずだよね。父
ならば聞くが、本物の青騎士伯爵だからって信じられるという証拠はあるのか。もちろんだ。エドガー様。レイブ、ありがとう。あ、かなり回復したよ。なるほど、こりゃ確かにすげえ効き目だな。オークの子、君が？薬をありがとう。君のおかげだよ。万能薬だよ。少しは心配してくれた？本当に？それならキスしてくれればよかったのに。元気になった途端これかよ。よかったです。いいかどうか微妙な気はするがな。オーク、無断で森へ入って申し訳なかった。これからは村人が入らないように禁止区域への出入りを徹底しよう。今までのことを水に流せというのか。静かに暮らしたいだけなんじゃ。この美しい森を汚されたくない。それを人間どもに分かってもらうためにはどうしたらいいのか、こっちが聞きたいじゃよ。村人に罠でも仕掛けたらどうだ？落とし穴とか。それではキノコの罠と変わりません。誰が掘るんだよ。あいつらは金さえ払えば仕事を引き受けてくれるだろうな。だったら頼もう。金に糸目はつけないよ。青騎士伯爵が妖精界との友好のために使う金だ。正当だろう。あいつらよく働くぜ。わかった。ライブ、帰ったらトムキンスに予算の申請案を。待て。お堀なんか作られたら森の管理はどうする。離れていては行き届いた管理ができんぞ。どう
ちゃんは森から離れたいわけじゃないもんね。まあ、もちろんじゃ。森の奥にあるこのブルーベルの絨毯で静かに過ごしたいんじゃ。じゃあどうしたらいいかな。エドガー様、もう立ち上がって平気なのですか。大丈夫だ。それより気になったことがあるんだ。オークの木の精は静かな暮らしを望んでいるんだろう。うん、そうじゃ。ならどうしてキノコの罠で人を誘ったりしたんだい。わしは誘っとらん。ん？おかしいじゃねえか。確かにお前がいなくなって村人を疑った。でもおびき寄せるようなことはしとらん。木こりの話は嘘だったのでしょうか。人から聞いた話のようでしたが。父ちゃん、あの人たちに聞こうよ。その罠はかけとらんが、わしの森に入ってきたやつらに息子を返さないなら。花の手入れを手伝いと脅したんですか。脅したなんて人聞きの悪いこと言うな。息子を返してもらおうと思ったんじゃ。どうしてそのことを。先ほど木の穴を覗いたら、村人らしい若者数人が花の手入れをさせられていました。彼らに話を聞けるかな。面倒なことはごめんだぞ。とっとと解決策を見つけてくれ。父ちゃん、僕がみんなを案内するよ。